PT どうも PDR さんです。今日はついに未知の領域に足を踏み入れたいと思います。 TikTok のライフハック。この TikTok のライフハックはとある YouTuber に教えてもらいました。誰？名前は出したくないって言ってたから、もしかして UUUM の YouTuber？ はい、今日見ていくのは So Easy 公式ライフハック動画。注目のライフハックを紹介します。ハートマークハートマーク。インスタと YouTube もチェックしてね。やだ。では最初のハックを見ていきましょう。そういう時は、はい。出だしからSo easy ではなく、So めんどくさい。PDR さんがこれを1秒で解決する方法を教えたいと思います。ゴミ箱があります。ゴミ箱溢れ返ってます。手でバッって押します。So easy。ハサミがない時に紐を切る方法。包丁？はあ、空手チョップ。正解は魔法ですね。それ絶対嘘だろ。おい、So easy。その辺の人が騙せても、ライフハックマスターの PDR さんは騙せないから。こちらのフレームを見てください。紐は普通ですね。でも、次のフレームでは、ボロボロ。ハサミのカットではなく、パソコンのカットを使えば、So easy。いやー、これは確かにめんどくさいですよね。でもこれはもっとめんどくさい。ゼリー食べなきゃいいじゃん。逆方向に汁が飛び出るだけじゃん。So easy。あとこの TikTok ライフハックじゃないやつも混じってます。え？石鹸がない？じゃあこの無印の紙石鹸を使おう。洗濯物を部屋で干したい？折りたたみ式のラックを使おう。バターが包丁にくっついて困ってる？このバター切りタッパーを使おう。ハサミがない？そして魔法が使えない？じゃあこの紐切り器を使おう。ライフハックじゃなくて商品紹介じゃん。商品を買えば So easy。 ゴミ箱の蓋は？蓋があれば多少は。お酢は多少は生ゴミの匂いを抑えることができると思うんですけど、蓋がなかったら結局お酢と生ゴミのちょっとした匂いが混ざってわけわかんない匂いがするだけじゃね？いや、飲めばいいだろ。は？これこそ本当の辛口ビール。ブルンチ。じゃあこれで最後にしましょう。ビール以外だったら氷ぶち込めばいいと思うけど、ビールに氷はちょっと変ですよね。それやるんだったら冷凍庫にちょっと入れた方がよくね？これ見ても効果があるのかどうかわからないので、実際にやってみましょう。こちらの2つのカナダドライを使って発酵をやりたいと思います。濡れたティンティンペーパーに包まれたカナダドライと普通のカナダドライ。では、冷蔵庫に10分間入れていきます。ではまず、ノーチンチンペーパーの方からいきましょう。どう？冷えてない飲み物を10分間冷やした味がする。続きましてはティンティンペーパーいきましょう。おお、キンキンに冷えてる。マジで？なわけねえだろ。なんか外は冷たくなってるんですけど、中はぬるいです。ということで、こういう動画がもっと見たかったらぜひ高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。打倒しまじろう。じゃあ。生ぬるいといえば PDR さん T シャツ絶賛発売中です。メタル風ロゴとこっちにおいで T シャツの2種類があります。興味ある人は下のリンクから飛んでってください。 PDR さんスタンプもよろしくね。 PDR さんの動画の通知がもらいたかったらベルボタンをクリックしてください。皆さん YouTube もそうですけど TikTok のライフハックもあんまり信用しない方がいいと思います。まあ中にはもちろん使えるやつもあるんですけど、そのわけわからんやつと商品紹介の中にこう埋もれてるんであと TikTok のライフハックってなんか YouTube のライフハックと違って愛嬌がないですよね。まあ愛嬌っていうよりライフハック姉さんですね。ライフハック姉さんがいれば100倍いいと思いますあと前回の動画とその前の動画はぜひぜひチェックしてください。